口の一応まあこんな感じで今回はこの3人でサイコロトークパート2やりたいと思います。はい、じゃあ早速、はい、勝った順で。あ、そうです。最初はグッチャケポン、最初はグッチャケポン、はい、こっち、はい、1番いかせてもらいます。あ、5分間で3人のトークをやらせていただきますので、はい、アラームかけさせていただきます。用意スタート。じゃあ、いきます。5番、子供の頃に夢中になったもの。私の子供の頃っていうのが皆さんのいいよ、そんなね子供の頃は、まあ、小学校の時はセーラームーンになりたくって、うん、サンタさんにセーラームーンのグッズとか飲んだりとかするぐらい子供の頃は夢中になってました。セーラームーン、うちはその時多分ポケモンだね。ムカつくね。ポケモンめっちゃ見てたの。セーラームーン見てたよ。セーラームーンめっちゃ買ってた。リアルタイムでもさ、セーラームーンなんちゃうのやつ。ちょうど最終回の時に結構幼稚園とかだったかもしれない。あ、そう、うん、見てた、うん、最終回とか。最終回はね、もう見てなかった。あ、そうなんだ。そんな感じで続いていく、うん、そんな感じで、はい。6番、あ、オーディションから1年経った1年経っての感想。なんか出会った頃とはそんなに なんだろう、変化もないんですよ。なんかみんなに対してのなんか感情とかね。だけどなんかその一人一人のなんて言うんだろう、大人になったなって私が言うのもあれだけど、何を言ってるか大人になったよ。だって私オーディション受けた時は25だった。あ、だからね、来月で27になっちゃう。大人になってなんかみんなでさ、なんか結構終わってからさ、ご飯とか食べに行ったりとかしてさ、いろいろなんか話したりとかしたこととかもあったじゃん、うん、仮婚待ちの時とかをさ、なんかそういう時の悩みとかにとまた違う、今はさ違うじゃん、なんか、うん、話すこととか、うん、だからなんかちょっとずつでもなんかそういう進んでるんだなって思うことは最近なんか硬いな、なんだ意味が風景だぞ。はい、って感じで、はい、今の心境はね、はい、でもね、変わった。1年前はすぐに泣いてたけど、あ、確かに変わった、うん、そう、自分も変わったと思う、なんか、うん、そういうのはなんかあんまりそういうなんか我慢することとかちょっと覚えたし、うん、なんか今ここは違うって思うこととかやらないように頑張ろうって思ってました。なになになに、ちょっとポジティブになったよ。あ、そうだね、うん、結構ね、なんとかなるやって思えることもあるようになった。はい、そんな感じですよ、山田が。はい、ゆりちゃんです。はい、いきます。同じ、どうしよう。そんな深い話なの。え、そうだ、まあ軽めの、なんか軽めのなんか、うん、そうだな、うん、でもやっぱその時よりはなんだろう、いろんな、もっといろんな話ができるようになったかな。1年伸びたいじゃん、ここだったら。逆に私こっから伸びたんだじゃん。確かに、そう、ちょっと切ったりしてたんだけど、キープしようと思ったけど、まあ、お肌も変えたし、うん、じゃあ伸ばそうみたい。ずいぶん伸びたよ。ずいぶん伸びた。伸びた伸びた。そんなもんだ。え、切ってる、ちょこちょこは。伸び始めてからは思えない。あ、なんか、そう。最初の頃は切ってたよ。イベントの頃とか。で、時間が余ったから、ラスト。もう一回やっちゃう ?3 人で。楽しんでもらいます。1番。サイブームサイブームサイブームなんだろうな。私は、夜、クーラーもつけずに、汗だくになって寝るのが大好き。最近それを毎分朝すっごいスカッと起きれる。その代わり毎日洗濯が大変だけど、シーツとかの。え、朝シャンプー入る人？朝も入る。あ、夜も、うん、だってペタペタして寝にくいからシャワー浴びて寝て、朝起きてその汗を流す。そう、超もう毎分。髪の毛洗いすぎてよくないって言ってた。シャンプーのしすぎはね、確かに。髪の毛洗いすぎ、そんなゴシゴシ洗うのいけないんだよ。1日2回入ってもそんなさ、チャ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 ってやらなきゃいいんだよ。あ、でもだってカーってやっちゃうの。スカッとしない、なんか。あ、上がると。毛先がダメなんじゃなくて、で、こ、地肌なんだよ。そうだね、地肌。地肌はいいんじゃない？いいよ。地肌は洗った方がいいよ。なんかさ、すごい最近傷んでるから、そういうの直したい。なんかちょっと気にするようになった。
方わかんないんです。じゃあ以上、ディーバーでした。そう、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